こんばんはなんか耳これ向き合ってるこうわかんないサンタさんですこんばんは <laughs> ちちょっっと遅れちゃってごめんねあの私リングライトが壊れてたと思うんですけど挟むところが壊れてライトとしての役割は果たせるということであのぐぐるぐる巻きにしましまたってね <laughs> だから落ちるかもしれなくて怖いって思いながら今やってるだから怖いかも。 寒いちょっとこれは袖がないのでガムテープに託したどうサンタサンタなのかなこれちょっとよくわかんないけどウサギ。うさぎ 落ちる瞬間見たいかも見ないでそんなの多分落ちないと信じてるあの前に20時からやるって言ってたんですけど今日がノイミーさんがノイノイとノイミーの休日があるみたいなので今日は18時から19時と21時から30分できたらいいなって思ってますだから1時間半 そういうことごめんねあの予定合わせてくれてた方いたら私が「20時から」ってずっと言ってたからさ。 21時からもやるつもりではある「わらびありがとう」はずれおこ <laughs> ありがとうね。 二靴ありがとう。サイン会もありがとね。明日から福岡行くんだ。前塗り。二靴外れ。あ、おこ。<laughs> でも、この耳ちょっと意外と短いので。こうやってやっても、ちょっと。こうなっちゃうんですね。 デルハズれありがとう栄田もハズれありがとう福岡行けないけど大阪行きます楽しみ楽しみにしてるねもうすぐなよねもうなんかこれここだけだとさよくわかんないよねただのウサギに見えるよね 配信これたよかったーありがとうこの前のお話し会の時はツインテールしたので今日はあのおろしにしてみましたおろし好きな人もいるからね今日このあとライブなんだえっそうなの何のライブ 髪黒くしたしね押してしまいそうどうしましょう押してくださいお願いします <laughs> ツアーの髪型はですねあのね考えているんだけどいけるかまだわかんないけどあの福岡は無防塵合わせなのでツインテールです外ハネ、ね えっと、大阪はおろしおろし,おろし系の髪型にしたいなとは思ってるなんかツインテールとかあのポニーテールとかそういう感じであのまとめはしないけどでも全部をおろすわけではないかもわかんないまだ考え中ですおまか的に好きな髪型は私はでも ツインテールが好きだけどでもねおろしも好きだよあのうん巻きおろしかみたらし系が好きかなおろしとしたらねツインテールいいよねやっぱツインテール やっぱできるうちにしたいからねいっぱい。めっちゃ寒いよねなんかさこれさどうどういう向きでついてんのかこうでもこうしたらなんか後ろに行っちゃうからこうだよね多あと十年ついてる本当じゃあずっ,っとするよ。でもアイドルでいるうちはもういつい,いつでも何歳でもツインテールいけますから。 コロネツインいいねコロネツインあんましたことないかも確かに山田桃香しか勝たんタオルえっそうなのありがとう見つけるね見つけられるかなってかゼップってどうなんだゼップって客席暗めですか どうなんだろう、行ったことなくて、ちょっと分かんないんですけど。え、絶対行ったことある、私、ないよね。<laughs> ないと思う。どこのリップ使ってるの。ラカ。今日はラッカ使ってます。百十八番と。 あとグロスはシピシピジェップはかなり明るいですよそうなんだすごい教えてくれてありがとうございますじゃあ見つけられるかなみんなのことジェップ新宿ならあるよね私って立ってたその時私の台湾いるやつかな分かんない に触ったことないから,見え方からい確かに星ツイン星なので <laughs> 大事なところが全部わからない <laughs> ハースツインかなハースツインか歌舞伎揚げ出てないよ私調べてみんな教えてくれてありがとうこちらこそ聞いてくれてありがとう開演中は暗くなりそう確かに なんかこれサンタよく分からんな,なんかど,どうしたら分かるのかティフでゼップダイバーシティに当たってるよティフコラボのやつコラボステージのところかな俺さ全然読めない確かに T シャツステージあっそっかじゃあ あーそこねでもあれ結構見やすかったなみんなのこと見やすかったですすごくハーフツインあ来たハーフツインもうねしたい確かにハーフツインあんまり意外と私ハーフツインやらないんですよねお話し会とかではよくやるんだけどライブとかでやったことはま1回ぐらいしかないのでいつかありますね でも髪型全然決めてないからなまだまあまだみんなには秘密にしとくね <laughs> 会場に来てのお楽しみ楽しみすぎるよ 言いかけちゃったでも全然変わるようち気分屋だから <laughs> うち全然あの変えますんで勝手に <laughs> 勝手にっていうかみんなに言ってても私の気分次第で変わるのでわかりませんそれはもう1週間ないのやばいね確かにやばいよどうしようまだ詰めれるところはたくさん詰めて。 頑張るよ明日一番寒いのえなんかさそれさなんかさみんなさなんか昨日が一番今年の冬で寒いって聞いたんだけど嘘そ,それともそれを上回ってきちゃったのかなそう昨日が一番今年で寒い日って聞いたんだけどな 気温も気分や、確かにそういうことかじゃあしょうがないね多くは年越ししの瞬間にジャンプする人え意外とジャンプする <laughs> 意外かもしれないんだけど意外とあといつもママとジャンプしてますあの妹は寝ちゃうので新年あける前にリフトありがとうみんなのために今日は急いで帰ってきたんですよ でも20時からだと思ってる人いるかな20時からだと思ってまだ大丈夫かと思ってお仕事とかしてる人いたら本当に申し訳ないごめんなさいうかめっちゃかわい,いありがとう春馬、ま、結婚して歩みんアバターだからやろう ユータさんありがとうリキありがとうこうだいありがとううかちゃんありがとう <laughs> そうでもう脱ぐのちょっと大変だから多分21時半までずっとこのサンタでいようと思います。でもあのー、腕がないから。 寒くてどううしようでも意外とこのこれがあったかいけど腕がないっていうか半袖。カホーありがとう。ハズれ。そんな長くしてくれるのえっとねのいのいとのいみの休日があるので7時までと9時半から。 10時までだからまあ1時間半弱1時間ちょっとできるのかなって気がするうさぎの毛がそう今日はメイクが。 すすごごいい見えるねこれななんかやだなすごいちょっとメイク全然直してないからあれなんだけどの涙袋に金のラーメン貼っ,ったじゃない <laughs> 塗ってる見えるわかるこれリリミューのグリッターですなんか去年のクリスマスもリリミューのグリッター使った気がするけど分かんないなんどうだったか クリスマスも何やろ新し過ぎ間違えたまつげちょっと今日調子悪いからあんまあれなんだけどねち,ちゃんとまっすぐ立ってほしいみんなちなみに「のえみの休日」は前回は20時から21時48分でした そうなのでもね時21時半までってマネージャーさんが言ってたから多分大丈夫ヒロネコありがとうこれはウサギだけどありがとねやっと両手で猫耳ができる <laughs> 嬉しい見に来てくれてよかった ごめんね、早くなっちゃって気づいてくれてよかったですよありがとうねサイン会もいっぱいかけて嬉しかったよ本当にありがとうスタンド買ったんだえっとね買ってなくて <laughs> あのー、ガムテープでぐるぐる巻きにしてどうにか固定してるんですよねでも多分大丈夫なんじゃないかなっていう <laughs> わかんないでもちょっと今度あ買うずっと買うって言ってるけどねなかなかちょっとね勇気が出なくて買えないどうせまた壊れるんでしょうっていう <laughs> なんか頑丈なやつあ,あったら教えてくださいどうせ壊れるじゃんと思ってまたね買えないんだよね <laughs> なんかお仕事とかでリングアイト使う人とかいらっしゃったりとかあのお家に持っててこれいいよっていう。 と教えてください。<laughs> you ありがとう。マカぶと I love y ありがとう。ラブー。良き結婚していいよー。ありがとう良き。広大。あれこれ読んだっけ。ありがとう。 これで前提で最安確かにでも最安だったらまたすぐ壊れるでしょって私ゴミがめんどくさいゴミを捨てるっていうそのなんかその壊れたやつを捨てるのがめんどくさくて買えないのであのなんか粗大ゴミなのかなんか何の部類になるのかが分かんなくていっ 今日は画質がいい iPhone でやってるからちょっとなんか全部丸見えで恥ずかしいですね画質いいよねなんかちょっと恥ずかしいかもしかもリングレットつけてるから多分やばい全部見えてるでも消したら暗いもんねでも目にはめっちゃ優しいんだけどちょっとまぶしすぎるこのくらいですね ありがとうみんなこの時間なのに見に来てくれて嬉しいみんなお仕事終わったんですか何中だったのかな今まももかって顔にほくろ全然ないのえあるよめっちゃめっちゃあるよこことここでしょ これいつもメイクさんにメイクしていただくときに何かゴミがついてる、うん、取れないって <laughs> 下りを <laughs> いつも <laughs> やられるんですよね <laughs> あそれほろですって言ってますねなのでこことまあでも私ここのほくろ結構ちょっとお気に入りなので別にいいんですけどこことこことあと口にあるここぐらいかなちにないよね ああと眉毛にあるこれやだ前髪ちょっと嫌だ,だな今の今のめっちゃ嫌だったなんかいなんか私のほくろってなんか全部侵食んか部位に侵食してくる目に行こうとしてるじゃんこいつはこいつは眉毛に行こうとしてるじゃんこいつは唇に行こうとしてるね めっちゃ可愛いポストカードを買ったからえっしいありがとう楽しみにしてる今から副業の夜勤なんですけども,もう可愛いさん見えたので頑張りそうです頑張ってください副業の夜勤何,何なんだろう気になるゆいちゃんありがとう 勇気もありがとう。ハゲちゃん、I love you、ありがとう。わらび、ありがとう。みんなありがとうね。フロント。ホテルのフロントの仕事なの。すごい、え、いいな、どういう感じ。なんか。チェックインとかするってこと。 むずそう <laughs> もう福岡にいるって方いますか今日はカラコンしてるからちょっと目が強いですねあのライブがもうすぐだからカメコがあるじゃんだから どのカラコンがいいか今いろいろ試してるんですよ <laughs> あ。あっ、漁タワーありがとう。ツリータワー。ありがとうね、漁木。漁木もサイン会もいっぱい来てくれてありがとう。大阪来るの漁木。りょうき <laughs> なんか、あのー。 料金の友達がなんか料金を大阪に呼ぼうとしてるみたいななんか小耳に挟んだんだけど「来てよー追加販売始まったんですよ皆さん!」。の福岡と大阪なんですけどちょっとあの時間的になんかやっぱ遠いと遠い都内に住んでる方っていうか関東に住んでる方からしたらなんかちょっと。 今から無理だよって方もいらっしゃると思うんですけどお願いします <laughs> 来てほしい予定が空いてる方は是非待ってますひらねこ結婚していいよーありがとうね遠いよねそうだよねどそう、ね、関東に住んでる方遠いよね飛行機だもんねどこかでライヤーピンクつけてくださいライヤーピンク いいですよね。私つけ、なんかどっかでつけた気がするなよ。な、なんだったかな。なんかの配信につけたのかな。うん。愛ちゃんが。ハロウィンの時につけた気がするな。スタンディング別のライブで練習したら、ちょっと頑張ります。かめこ。 ニアジョンのために十七連休？十七連休？<laughs> すごいありがとう本当に十七連休も取れるものなの？<laughs> すごいありがとう羽田一回待ってて待ってるねありがとうたこ焼き屋って何？ でも、カメコタイムあったら、絶対たこ焼きポーズしたいんだよね。だから、忘れてたら、誰か教えてください。<laughs> あ、出た、羽田。羽田になっちゃうよ。絶対羽田。三品、ありがとう。たこ焼きやってない。たこ焼きいつか。 大阪ではたこ焼きポーズとあと何があるかなたこ焼き以外に大阪うーん何ポーズがいいんだろうか福岡では明太子ポーズ <laughs> 羽田のイントネーション面白いね羽田羽田か羽田 あとみっちゃんにたこやきのかぶりもめっちゃ懐かしいあれまたかぶってほしい今の美女で今の垢抜けたみっちゃんの美女でもう一回かぶってほしいなそう今のみっちゃんは絶対にかぶってくれないけど嫌 <laughs> だよーとか言ってねかぶってくれないですけど <laughs> たこやきもたこやきも美女よくなるか みっちゃんの部屋にあるのかなまだ捨てられてないか心配ゆかちありがとうねるぐもいっぱいありがとう再会もありがとね メ快カ明快とか多分できないよみっちゃん。<laughs> ちょ若にしすぎてるみっちゃん何も知らないからね。えできないよとか言って。て <laughs> かチークが薄いのか帰ってきてからね何もメイク直してなくてちょっとなんかダメかも。 <laughs> ついた色分からないありがとう <laughs> 帰ってきてヘアアロンかけてない何もしてないでも髪の毛見えないかなと思ってこのこれがあるから <laughs>。 やばかかったかなそうこれウサギに見えないからちょっと定期的にアピールしていかないとなーっていう気持ちです。ってかねあのねなんかね見るものねガチャガチャ見つけたのこの前。よいしょ見るものガチャガチャを初めて見つけてやっちゃいました。 じゃーんやしちすごいピント合ってんだけど屋敷におもろすぎレノンが出ましたなんかこの並ぶやつこれそうこれかわいいよね 私はシチかムルモが欲しかったのでシ <laughs> チが必要くてくだ <laughs> 見たねこれさどうやって立てたらいいのか分かんなくていまいちんかどうしようどこに置こうかな私の渚さんのグッズいっぱい置いてる場所があるんですけどそこに置こうかな <laughs> ムーンはないよ ムーンは不備なので、ね、見つからない <laughs> 意外とないよ、ね、私もなんかこれの前にさ一個さなんかさあったじゃんもう一個ななんだったかなこの この種類の他に見るもの,のやつもう一個あったなんかキーホルダーかなんかあったんだけどそれ見つからなくてそうすれば諦めたんですよね栄えだ似合うありがとう存在感ないのかな <laughs> 懐かしいえダイヤありがとうタワーえ今日誕生日なの おめでとうえ、いいな、12月誕生日なの。12月の22日おめでとう何歳ですか何歳になったの ?18 歳絶対嘘で、嘘やん。<laughs> 絶対嘘やん。18歳、美容、美容院で働けます <laughs> おめでとう ねえお誕生日おめめめででたいですよちちゃめちゃじゃあ18ってやっとくね8ができないかと片方だと働けるかおめでとうございます本当にいい一年にしようね今年も <laughs> またあの会えるの楽しみにしてます対面とかでツアーはどうなのかなどこか来てくれます 頑張って働きます体に気をつけて仕事です助けてくださいあらららら忙しいもんねいいな髪の毛私結構定期的に黒に染めないとすぐ色抜けちゃうので染めに行きたいですねこの時期を誕生日だとクリスマスフレンズと一緒にされるかな確かにどうですかされます <laughs> <laughs> 私もクリスマスプレゼントまだ考えてなくてどうしようかな何がいいかな何がいいかな迷い中個人的にバッグが欲しくてバッグお仕事で使うバッグが欲しいのとスマホケースが欲しいですありちゃん先輩結婚して んやだ <laughs> ダイありがとねいっぱい星もみゆみゆ結婚していいよありがとうへコ結婚してうんーやだ <laughs> でもサイン会ありがとうクリスマスコフレはジルの買いました <laughs> ジル可愛いあとジルの春のコスメが今日から予約開始したのかなだから予約しようか迷ってるんだけどでもちょっとブルベっぽい色があんまりなかったのでちょっと迷ってる黒に染める前はなんか赤茶みたいな色になっちゃうのすぐ茶色なんか茶色うらやましいとかメンバーには言われるんだけどなんか黒の方がなんか肌白く見えるし いいなぁみたいななんかいいんだよね黒 <laughs> そう。ももちゃんの声聞いてると落ち着くな本当に池野さんのコスメえ、めっちゃ気になってるんだよねなんかパックとかもあって気になってるんですよね、絶対いいよねなんかパッケージからめっちゃ良さそうな感じが 高額なヘアビーロンおねり、誰におねだりされてるの ?BLT の表紙めちゃくちゃ可愛い BLT の表紙もう出てるのねえ、私あのさ、ヘアスタイリングすごく珍しくてすごく嬉しかったんですけど、めっちゃハゲてるんだよね、なんか。ハゲてるっていうか、ここがハゲやすいので、私ハゲやすいっていうか、なんかここに髪の毛がないんですよ。この前美容院行って、あの、ここにね、髪の毛作ってもらったの。なんか、 あ、でもまだハゲてるどうしようどうしたらいいここハゲちゃうふん。<laughs> ツインタイルするときとかもこここうやってやるじゃん。こうやってやったらここハゲてんの。ま、うん、だ。でも多分こっちはね、全部、ねえ、ハゲ直してもらった。ほら、いい感じでしょねえ、どうしたらいいだから私、あれすごいハゲ、ハゲしてハゲてるなーって、久世中思ってたんで、まあでも、後から修正してもらえるよねって思って、その、 それを希望に生きてたのに修正さえしてあんましてもらえてなくてハァってなったでも多分 BAT もほんと結構もう全部素です素っていうか何も直してないと思うほんとあの髪型良かったですか <laughs> でも私お団子系あんまりしたことなかったのでみんなからしたらあのなんだろうあの珍しくて喜んでもらえるかなって思って思ってたよまたあの写真載せますねオフショット載せられてないから今日載せられたら載せようかなじゃあそう 黒かわい,い本当 BLT の時は全然まだ黒に染めてなくてい,いので茶色なんですけど白ワンピワンピではないんだけど <laughs> そう白のやつだったねでも私あれ首めっちゃ詰まって見えてどうしようって思ってちょっと本当にね自分が悪いんだけどねでも私結構6六首なんですよ <laughs> なんメンバーによく言ってるんですけど私首が長いってよく言われて私本当に六六首なんですよあの六六首自分でのこと六六首って言ってるんですけどさすがに六六首の私でもあれは首詰まって見えましたあの洋服はうん妖怪でも私ね本当に幼稚園の時のね劇で六六首やったので。 あのほ <laughs> んと首長いの首長いけど首長いって言っていただけるんだけど BLT さんのやつちょっと首詰まって見えてるかもって思っちゃった自分ではでもねあのね首長いとねなんかちょうどいいさなんか長さあるじゃんでもそれちょうどよくないの私なんか。 本当に長すぎてなんか一人だけ長すぎるでしょって時はあってあとなんかこうなんていうんだよこうストレートネックになりやすいから普通の時とか気をつけてるいつもこの前後の愛それはめっちゃうまいようち首長いから <laughs> 横むずいけどね横はちょっとむずいけどさあ な感じだから VLT さんがであの「セブンネット」版であのー、表紙を務めさせていただくので「ニアリー,コールジョイ」が本当にありがたいんですけれどもなので是非皆さんチェックしてくださいゲットしてね絶対「セブンネット」版は「セブンネット」で買えるのかな予約も始まってるかな <laughs> 電車座って向かい側の窓に自発なのに首長っていつもだだって, <laughs> っておもろすぎる確かゆ y さんめっちゃ長いもん <laughs> ああ面白すぎるわかるでも6時50分おきありがとう教えてくれてあと10分やるねじゃいつか単独教師ね私はさそうなんかそういう雑誌とか まだあのー？ん雑誌とかいっぱい出たいです。<laughs> いっぱい出て出たいです。頑張ります。<laughs> ちょっとアンケート読もちゃう。名前書いてるよ。ありがとね。本当に頑張るね。サンタクス配信。これで最後サンタクス配信は？あのー？ 9時半からもう一回やる <laughs> だからあと30分あのー、やるので9時半からまた再会するからみんな来て待ちましょう桃香写真撮ってもらうのは好きなのえ好きだよ写真撮ってもらうのでもなんか自分のなんかそのまだ自分的に全然あの なんて言うんだろうかあのー、あーこのこのこ,この角度の方がいいんだなとかこういう向きの方がいいんだなーとかさあるじゃんそういうのがちょっとまだあの分かってないからいっぱい撮られなきゃと思ってそう私でメンバーの写真めっちゃ撮るの上手なの分かるそうでしょ <laughs> そうだから私メンバーのこと世界一可愛く撮れる自信あるもんほんとに。 やっっぱ人によよて違うんだよねそのそのこの子はこの角で撮ったらいいとかがあるから俺も可愛く撮ってほしい撮るよ撮り合いっこしようみっちゃんはみっちゃんはね何だろうでも私みっちゃん撮るときはあんま上から撮らないですね結構正面の方がみっちゃんはいい気がするうん メンバーのの集合自撮,りももかの撮影確かにももか愛ちゃん <laughs> とかじゃない <laughs> アリスはどの角度がいいのアリスはねアリスも正面かなあんま上から撮らんなんか顔が小さすぎるので上から撮るともう顔なくなっちゃうですね本当に、ね、私メンバーの写真撮るの好き。 なんかリコとかはこう遠目であの服とかめっちゃおしゃれなので服とかも写しつつ結構離れ目で撮った方がいい気がする。かわいすぎない本当嬉しいですありがとう リコちゃん無防人しゃがんでる写写真真がが怖いなんだろうしゃがんで写真でもリコ無謀人のあの衣装にボブが似合いすぎてて本当に髪切って大正解ですね。もうか来ないん盗撮されますねなんかカシャって音が聞こえて「ん何だろう?」と思ったなんかっていう感じでやってるので「え何、ー、か撮った今」って感じで聞いたら「えい」って言われますね。<laughs> そう。しかも何か何枚も撮ったとかして一枚とかのなんか カシャッっていう感じで撮ってるので <laughs> 面白いですよ <laughs> そ1。そう一枚にそう絶対ブレてる <laughs>。カシャからのこうスランプリのあれがあの早いので絶対にブレてると思うんですよね <laughs>。どうなんだろう。 わかんないコナン盗撮フォルダはちょっとどうなっていますか、ね、<laughs> そうなんですよね私は盗撮っていうかもうこっち向いてみたいなお母さんみたいになっちゃって <laughs> 子供を撮るお母さんみたいになっちゃってるんですけど そうそういう感じもうあの私は大々的に撮っていくので BLT 予約完了ありがとう楽しみにしていて絶対この配信が終わったらアイス食べる <laughs> アイス食べます 最近冬になってきていちごのアイスが多くなってきて嬉しい私いちごのアイス大好きなんですよねいちご味の寒くない寒い寒いけど布団にくるまってのを食べましたんで <laughs> ハーゲンダッツのいちごねえ待って分かるうちも食べたねめっちゃ美味しいよねあれ本当に美味しいう食べた方がいいですよ全人類本当にハーゲンダッツのいちごトリュフ味 お家にあって食べたら本当に美においしくてハーゲンダッツの中でも結構私上位上位で好きだったあれ食べてみんなおいしかったの分かる分かるよね分かる普通に食べられる人私どこでもご飯食べるよお風呂とかで食べるもんご飯一時期ご飯をあのアイスとかお風呂で食べてましたねあとお風呂で寝るしてかお風呂は あの本当にあのー、いろんなことします生活しますお風呂でいつも <laughs> なんかお風呂で気づいたら時間経ってて「あれ何したっけ?」と思ったら寝てるとかはい私半身浴でもできないんですよもう無理「暑い」「出ちゃう」ってなっちゃうから愛ちゃんとかめっちゃ半身浴、あのー、する人なのですごいなって思って。 そんな長く疲れないそうなんですよねあの私はお風呂で寝る時はこうお風呂の蓋ってあるじゃんお風呂の蓋を半分にしてこうやって寝ます <laughs> 机みたいにして寝るっていう方式で寝てますあと3分かオッケーあの今の今壇上 は後後でで読むねじゃあ後で見れない人い人るもしかして <laughs> お風呂で寝るのは亀裂だからねうそやばいやばい確かに何か記憶ないもん寝た記憶が「ねえよ」って言って寝るタイプじゃなくて「<laughs> あれ切れた寝てた」っていうまあ半信をついでにっていうところですってえ今の団長にいる方であの後での配信見れないよって方いますか あとででもいいあとこの前の配信の壇上は今度読むね。もう今日は読まない <laughs>。ごめんなさい。今日はサンタなので、またあの通常の時に読んでほしいかなっていう。壇上貯金 <laughs>。弱い。あれが、負債が溜まっていく。見えないかもじゃあ今の壇上読むか。じゃあ今の壇上読むね。見てほしいけど、あとで。 いきます。13位、ゆかち、ありがとう。12位、はげちゃん、ありがとう。11位、こうだいありがとう。10位、ゆうたそ、ありがとう。9位、ゆいちゃん、ありがとう。8位、わらび、ありがとう。7位、待って。7位、りーちゃんかなあ、じゃあ、坂えだか。坂えだありがとう。 6位ねるぐありがとう5位ゆうありがとう四位にぐつありがとう三位ひろねこありがとう二位りょうきありがとうそして一位はチャカ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 ちゃんダイヤありがとうお誕生日おめでとうありがとうみんな あとねダイヤポーズダイヤハートみたいだけどダイヤに見えるありがとねみんなあとで絶対来てねまた絶対九9時半からやるねじゃああとでうん9時半9時半から <laughs> 9時半からで、ね、よろしくねりょポーズって何りょのポーズなんかある後でまた会えるねじゃあありがとうみんなじゃあ一旦バイバーイあれ9時じゃなくて7時になったかなバイバーイ